皆さん、あ、聞こえますね。はい、では改めましてこんにちは。はい、私はですね、読谷村の雑木見に住んでおります青山真希と言います。今回ね、皆さんの近くに住んでるほら木地赤ってあるでしょ、はい、あるよね。ね、その川をね、まあ、例えば鳥とかお魚とかいろんな、ね、生き物が豊富にある、まあ、素敵な川になるとより一層いいなと思いまして、この活動をしています。今日ね、ありがたく池原会長にこのような提案をさせてもらったら、あ、ぜひ一緒にやりましょうというふうな声をいただきました。なので今日はこれからね、 DM 研究機構の新波さんのお話を聞いて、どうしてこの微生物というものが川をきれいにするのか、その学習をして、そして一緒に外に出て団子を作りたいと思います。はい、では今日よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。私を誰だか分かる人？はい。じゃあ分からない子もいるから説明しましょうね。私はここ古源公民館といいます。この自治会長、まあ、区長とも言いますけど、している池原義貴と言います。はい、今日はですね、EM 機構さんと青山さんたちの、お話で、木地赤分かりますよね、はい、こっち側からだったらどうかな、国道だったら、あの赤い橋のところ下流れてる川、はい、ね、木地赤ね、あそこは昔はとても綺麗な川だったんですよ。で今はもう洗濯したね、石鹸が流れたり、いろんな汚いのが流れてちょっと濁ってますけど、昔は綺麗だったんです。で泳いでる子とかもいて、近くのね、おじいちゃんたちはあそこで川で遊んだこともあるんです。その川を昔みたいに綺麗にしようねということで、この EM 団子を作って、これはさ、川を綺麗にしてくれる力を持っているということで、うん、微生物ね、後で説明してくれるので、みんなしっかり聞いてね、勉強もあるから、で終わったら、勉強終わったら外で実際にこの EM のどの団子でいいですかね、はい、をみんなの手で作ってもらいます。はい、では皆さんこんにちは。こんにちは。EM 団子は食べられない団子です。でも水をきれいにしてくれたり、他にもいろんなことに使えます。ちょっとね、その EM 団子が何なのか、あと EM って何っていう話をまず私がここでしたいと思います。これね、生態系ピラミッドって言います。うん、わかる。私たちの環境はこのようなピラミッドで表されます。この、植物を食べた動物は、動物を他の動物が食べて、それをさらに他の動物が食べてっていう、食物連鎖っていう関係がね、数回続きます。で、一番上にいる一番大きな動物とか、私たち人間は誰にも食べられませんが、死んだらどうなる？そう、すごいね。さあね、お名前と島袋美香さんです。5年生です。ではまずね、報道を受けての担当を聞かせてください。知ってることもあったけど、大体のことが知らないことばかりだったので、また今度いろんなことについて調べたりして。ありがとう。ではね、知らないことの中で一つ気になったことを教えてください。いろんな発酵食品とかがあったことは知らない。 OK、 ありがとうございます。はい、知ってることとかあったけど、はい、待つけ待つけ、笑顔はあるんじゃないやな、いいなって思いました。また